自分が新生物追加するならどんな効果にしますか？もし私が新しい生物作る権利を与えられたんだったら、全力攻撃だ。なんか、まあ、発動条件は適当でいいとして、なんか相手のモンスターの防御力下げる効果を持った生物作るわ。そしたら将様とかもっと強くなるし、なんかね、原神のダメージ計算式って、まあ、毎回言ってるけど、テンプ倍率かける攻撃力かけるダメージバフ補正かける回心補正かける元素耐性補正かける防御補正なんですけど、まあ、防御補正って要はレベル補正と一緒ね。で、なんか防御力下げられるキャラって、レザーの4凸、アヤカの4凸、クレイの2凸、で、リサの固有テンプの4人ぐらいしかいないんだよ。防御力下げられる効果。あったっけ？あとライデンの2凸と、ヤエミコの貫突効果で防御力無視する効果もあるけど、まあ、防御力に関連する下げる効果ってこいつらしかいなくて、まあ、非常にレア。だからなんか防御力下げられる生物とか来たらめっちゃ強いと思うし、強すぎちゃうかな。まあ、全部やるべきない。まあ、攻撃力はベネットで上げられるし、まあ、ベネット以外にもいろいろ上げる手段あるじゃん。で、ダメージバフはカズハで上げられるし、まあ、イエランでも上げられるじゃん。岩共鳴でも上げられるじゃん。で、まあ、回心率上げられるのは、まあ、氷共鳴とか氷風4とか、まあ、ロサリアとか上げられるじゃん。あ、フータもそうだね。あ、もうちょい回心上げられる効果は増えてもいいと思うねんけど、まあ、防御力下げられる効果って非常にレアだから、防御下げられる効果が来たら嬉しいかなと思います。うん、勝者魔がもっと強くなるから。そしたら、まあ、勝者魔は攻撃もダメバフも回心も言うて全部揃ってるからね。相手にデバフかけられる効果が欲しい。